ザ・クルセイダーズは、主に1970年代に活躍した、アメリカ合衆国のフュージョングループ、ジャズ・クルセイダーズを前身とする。そのサウンドは、トロンボーンとテナーサックスという管楽器によるアンサンブルに、スティックス・フーパーとゲスト・ベーシストによるリズム台、上サンプルのフェンダー・エレクトリック・ピアノが絡むことで、醸し出される、洗練されたサウンドである。 1970年代後半のフュージョンは愚か、1970年代前半のクロスオーバーという言葉もなかった時代から、ジャズという規制概念にとらわれず、様々なジャンルの音楽を取り込んできた。ラリー・カールトンという、後のフュージョンシーンで有名になる技巧派ギタリストを、グループの結成初期から準メンバーとして参加させていた。もともとは、テキサス州のハイスクールで、 同級生だったウェイン・ヘンダーソン、ウィルトン・フェルダー、ジョー・サンプル、スティックス・フーパーの4人が結成したグループで何度かグループ名を変更した後、1961年にジャズ・クルセイダーズとしてアルバムフリーダム・サウンドでメジャーデビューした。音楽ファンによってはフュージョングループになったクルセイダーズ時代よりもジャズ・クルセイダーズ時代を好むファンも存在する。その後、 1971年にグループ名をザ・クルセイダーズとし、アルバムパス・ザ・プレートを発表。1972年にクルセイダーズ1続いてセカンド・クルセイド・アンサング・ヒーローズを発表し、ジャズクロスオーバーのコアなファンに知られるようになった。だが、ポピュラーミュージックのファン層には知られず、1970年代半ば以降のフュージョンの時代になって、 初めて知名度がアップした。ブロードキャスターのピーター・バラカンは、スクラッチやサザン・コンフォート時代のクルセイダーズの大ファンだったという。1972年には、クルセイダーズ・プロダクションを設立し、後に事業拡大し、レコードレーベルとして、クルセイダーズ・レコードを発足する。主要メンバーが属していたが、このレーベルは短命に終わる。 スティックス・フーパーその後も次々とアルバムを発表するが、1976年に結成以来のオリジナルメンバーであるウェイン・ヘンダーソンと、再移植期から準メンバーとして参加しており、1974年に正式メンバーとなっていたラリー・カールトンが脱退した。だが、知名度がアップしたのはそれ以降で、1979年にはランディクル・フォードをゲストに迎えたストリートライフ。 1980年にはビル・ウィザースをボーカルに迎えたソウル・シャドウズといった楽曲が小ヒットした。1983年にはスティックス・フーパーが脱退し、グループとしての形態は維持できなくなり、ミルトン・フェルダーとジョー・サンプルのユニットに、その都度ゲストミュージシャンを参加させるというスタイルで活動を続けていた。その活動も1991年に発表された、 ヒーリング・ザ・ウーンズを最後に事実上停止していたが、1992年に突如として、ウェイン・ヘンダーソンとウィルトン・フェルダーが、ネクストクルセ s a i d を名乗って、アルバム、バックト TO THE c を発表。さらに1995年、ジャズ・クルセイダーズ名義で、アルバム、ハッピーアゲインを発表する。新生ジャズ・クルセイダーズとして数枚のアルバムが発表された後、今度は2002年に、 ウィルトンフェルダー、ジョーサンプル、スティックス・フーパーによって、ザクル・セーダーズ名義で、ルーラルリニューアルが発表され、ほぼ、オリジナルメンバーからなるグループ再結成がなった。出展、ありがとうございます。